ピエール・モンテプス・センネス一世のオ金ゴン・マスク・ピエール・モンテは、フランスのエジプト学者。フランス東部、オーベル・ニュローヌ・アルプ地域県ローヌ県のビル・シュル・ソーヌに生まれる。リヨン大学において、エジプト学者のビクター・ロレニシジ。1921年から1924年にかけて、レバノンのビブロスで発掘活動に従事し、エジプト中央国時代の支配者の墓を発掘した。 また、1929年から1939年には、エジプトのタニスで発掘活動に従事し、第21王朝及び第22王朝の王室のネクロポリスを発見した。そこでの発見は、王家の谷にあるツタンカーメンの墓とほぼ同じであった。1939年から1940年に従事したエジプト発掘において、モンテは、 タニスの三人のファラオの完全に損傷のない墓と部分的に略奪されたタケロと一世の墓を発見した。タケロと一世の墓にはタケロとの父オソルコン一世の金のブレスレットとハートスカラベが含まれていた。モンテはまた完全に略奪された状態のオソルコン二世の墓と部分的に略奪された状態のオジホーナハトの墓も発見した。1940年5月。 第二次世界大戦が勃発した影響で発掘作業を中断。戦後、モンテはタニスでの発掘活動を再開し、1946年にプスセンネス一世に仕えたウェンジェバウェンジェドの損傷のない墓を発見した。大学教員としては、1919年から1948年までストラスブール大学でエジプト学の教授を務め、 その後1948年から1956年までパリのコレージュドフランスに勤務した。1966年6月19日、パリにて死去。ありがとうございます。